あとで YouTube になるんで、よかったら。ライブ配信も。倉本さんとこれからラジオです。時刻はまもなく10時30分になります。ここからはゼルバサッカースクールのヤーナレールフカナレーの時間です。ゼルバサッカースクールは沖縄県宜野湾市を中心に活動していて、幼稚園から中学生までの子どもたちが日々サッカーに励んでいます。サッカーを通して人生を彩るをテーマに、この番組では、子どもたちや、大人の勉強になるような学びになるような内容をお送りしているので、どうぞお楽しみください。はい、そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmkinoan.com です。また FM キノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信も行っております。 FM キノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter も連動しておりますので、ツイキャスでコメントもお待ちしております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はお疲れ様でした。はい、講座が、はい、はい、ついに講座が昨日で、はい、無事終わりまして、今日はゲストに倉本和義さんをお招きしております。おはようございます。ございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ、その昨日一昨日の講座でどのようなことを、お話しいただいたかとかを、はい、ちょっとあと沖縄に今回倉本さんは初めてだったので、はい、どんなご感想を抱いているか、まだゼルバサッカースクールの練習も見ていただいたので、はい、その辺の裏話等々も含めてですね、いろいろお話をしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとざっくり自己紹介お願いしてもいいですか。はい、改めまして、倉本和義と申します。仕事はサッカーコーチにコーチをするっていう仕事をしているので、まあ、これはあの多分日本でやってるのは僕は一人で、まあ、先生に先生するみたいな、どうやって教えるんですかみたいなことをお伝えしているのが僕の仕事です。まあ、それで縁があって、今回沖縄に呼んでもらって講師をさせてもらったっていうのが昨日と一昨日ですね。もうちょっと経歴もですね、お願いしたいですね。わかりました。まあ、高校卒業して、まあ、ずっとサッカーをやってたんですけど、高校卒業してからすぐに、まあ、自分がコーチとしてあのレベルアップしたくて、スペインに留学、まあ、コーチとしての留学ですね、選手じゃなくて。でそれをバルセロナに約5年間、ビルバオに3年間いて、ライセンスを取って日本に帰ってきて、で縁があって J リーグのクラブでアカデミーのコーチをやらせてもらって、それがトータル8年間で、ちょうど3年前に、まあ、コーチのコーチをやるっていうので起業したっていう感じですかね。はい、延べ1000人ぐらいって言いました。も述べてるから1000人あ受講してもらったコーチ多分もう1000人を超えてます。おー、すごい。沖縄、北海道も行ってましたよね。北海道にも、はい、あ、もうだから本当全国で、サッカーコーチのコーチをされていてですね、で僕も、縁があって神奈川の僕がいた時からちょっと、はい、あのお知り合いになっていただいて、でそこから、大阪までちょっと沖縄の同じ指導者仲間と一緒にですね、こう、はい、あの講義を聞いて、ぜひちょっと沖縄に呼びたいなというのがあって、で、まあ、今回縁があってですね、まあ、ちょっとコロナもあっていろいろなかなか日程がずれたりして大変ですけど、結構ずれたんですね。でも本当に今回できてすごく良かった、ね、僕は本当にありがたかったですし、また参加者の皆さんもとっても満足していただいてというか、はい、つながりもできたことが本当に良かったなと。僕はこのお話を、まあ、多分僕ラジオでも言ってるの、はい、大体多分カズさんの話を8割ぐらいパクって話してるんで僕の話してる内容は大体カズさんから学んでること、倉本さんからでもよく出てきましたもんね、お名前がで藤代さんも来てくれて、はい、この間あのゲストで来てくれてた藤代さんともつながっていて、はい、で、まあ、いろんな話がですねあったんですけど、はい、まず沖縄の来て、はい、来て感想をちょっと、はい、あの感想を述べるほど観光したりとかしてないので、はい、あの偉そうに言うことができないっていう、しかも2日しかいないん で全然見れてないので、なんか偉そうに言えないんですけど、まあ、まずあのこの暖かさと空気感っていうか、こうなんかちょっと違う、
すごくこう穏やかな感じがすごくあって、うん、単純にすごいいいところだなって思ってます、うん、はい、自然も多いし、はい、なんかたくさん子供が公園で遊んでるのを見るとあすごくいいなっていうのは感じましたね、はい、ですね。なんかもうずっと仕事できてるんで全然浮かれてないんですもんね。はい、仕事できてるんで一切浮かれてません、はい、本当だったらもっと沖縄を満喫してほしい。そうなんですよね、もう本当もうガチガチのスケジュールを僕は組んじゃったんでまあこの後ちょっと時間があるんですけど、でももう本当、はい、まあ、指導者の方とか、はい、あと保護者の方とかともこの会を通してですねいろいろ話をしてもらったりもしてたので、まあ、意見交換もできたかなとはちょっと思ってるんですけど、はい、講座をの中でどのようなお話をしていただいたかということもちょっと、はい、気になりますね。分かりました。いつも話してるんでずっと聞きたい。本当は昨日おととい来たかったって言って、はい、言ってたんですけど、はい、はい、はい、まあ、サッカーの話してるかっていうとほとんどサッカーの話は実はしてなくて、考え方、どういうふうに考えているからそういう行動を取ってるんだっていうのを解析してったり、全部それって無意識でやってることじゃないですか。なんか意図的に考えてやるってよりはこういう現象が起こりました、それにこういう反応をしてます、だからあの人嫌だとかだからイライラするとかっていうのって全部原因があるよ、うん、そこには脳とか心理学の側面から見ていくと、なぜそういうことをしてしまったのか、じゃあそうならないにはどうするかっていうことが分かってくるっていう、だからそれをどんどん自分で選べるような、結局全ての行動に関して自分で選んでるよっていう、まあ、そんな難しい話はしなかったですけど、それがもっと分かりやすい形で、なので親御さんに来てもらったのがすごく嬉しくて、子供に対してどう接したらいいですかって、これはもう永遠の課題というか、まあ、僕も子供がいるんであれですけど、正しい子供の育て方みたいなのないじゃないですか。じゃ少なくともやれるのって、自分がどう振る舞ったらお互いに幸せになれるのかは考えられるから、それってどういうふうに考えてたらいいですかみたいな話もできたんで、親御さんに来てもらってもすごく良かった、まあ、サッカーコーチだけじゃなくそうやって親御さん来てもらったっていうのはすごい良かったですね、うんうんうん、そうですね。なんかこうサッカーの指導者だからサッカーを教えようってしちゃったりとか、はい、子供に何かを教えようっていうのをやっぱすごい考えちゃうし、僕もそうだったんですけど、なんか教えるっていうのともまた違いますよね、なんかその伝え方っていうのは、うん、だからこう教えるって言ってる時点で多分相手は知らないから教えてやろうっていう、どうしても立場になっちゃう、うん、まあ、それがダメな場合かっていうと、まあいいこともあるんです。もちろん本当に知らないからちゃんと正しい知識を教えるっていうのは必要な部分もあったりしますけど、気づいてもらうとか一緒に学んでいくとか一緒に良くなるっていう発想になると、上から目線にはやっぱりならないというか、まあ、自分も至らないとこあるけど一緒に学ぼうねって、うんうんうん、親として僕らは結構子供に気づかされたりすること実はいっぱいあるんですよね。だから子供の方から教えてもらってるなって思うと、まあ、じゃあお互いに教え合ってるんだねってなった方が楽でいいかなと思いますし、うんうん、まあ、あとはイライラするんですよね、子供が言うこと聞かないとか、うんうん、こういうふうにやってくれないとか、反抗するっていうのに腹が立つのってなんでって考えたら、その子のこと愛してるからです、うん、どうでもよかったらそんな風にイライラしないんですよ。で腹立つ原因が奥底に何があるかっていうと愛情なんですよね。良くなってほしいとか、真っ当な道を歩んでほしいとか、変な風になってほしくないってどうして思うかっていうと、その子のことを愛してるから、うんうんうん、っていうのに気づくだけでも全然違うかなと思います、うんうん、なんかサッカーの指導中でもやっぱ、まあ、たまに僕もイラッとしてて子供に怒ったりとか、例えば、まあ、昨日一緒に試合を見に行ったんですけど、沖縄県ね、まあこう、まあ、声を荒げてしまう場面っていうのはどうしてもあるじゃないですか、サッカーの試合で。もっと行けよみたいな、頑張れよそこみたいなのを言ってしまうというか言う場面って絶対あるよね。もうそれは思いがあるからなんですけど、なんでかっていうのもそういう話をしてくれると、うん、その、ね、根底の部分ではこの選手に良くなってほしいからっていうのがね、うんうん、良くなってほしいからもっと頑張れで、お前メンタル弱えなみたいなね、奮起を促すというかね、発奮してほしいっていうことですね。大元の思いはその子を良くしたいとか良くなってほしいっていうのがあるんだけど、やってる行動がそれにつながってないことがあったり、さっきのその声を荒げちゃうっていうのも
発奮してほしいからそう言うけど、でも本来やってほしいことはその子が思い切ってプレーしてほしいっていうのが一番やってほしい、けどそれができなくなってるってなった時にやれよっていうことでしか解決できないって思ってるからずっとやり続けてるけど、でもそれ言えば言うほどやらないよねっていう矛盾が生まれてて、でもそれって止められないわけです自分で。でもどうしてそういうふうに起こっちゃうんだろうっていうのは、あ、良くなってほしいからだっていうのが分かれば、その良くなってもらうために別の方法、怒鳴るとか叫ぶ以外に他の方法ないのかなって発想がいくだけで多分振る舞いが変わる。なんかその怒鳴るもそうだし、なんかこの追い込むみたいな、追い込むと強くなるみたいになるじゃないですか。例えばなんかこの試合負けたらお前らこうだぞとか、そうそうそう、この試合勝つためにお前ら気合い入れろ坊主にしろとかたまにね行き過ぎた場合はあったりとか、なんかあなたたちあなたこの試合気合い入れて坊主しましたとか、ね、あとはもう負けたから走りますとか、はいはいはい、練習集中してないから走れとかあるじゃないですか、あれってなんでダメか、お結局サッカーのパフォーマンスにつながってないっていうのがシンプルなところで、だからサッカーっていうスポーツは決まった時間内に相手より得点を取ってやるっていうのが勝てる条件で、勝つには相手よりその時間内に、まあ、ルール内で得点を取るってなった時に、要は制限時間が決まってますよってなったら、長い時間走ってそっちに行けるのか、そのパワー、要するにもっと簡単に言うとボクシングだとしたら3分以内に相手を、まあ、打ち負かす、シンプルに。だけどなんか日本のそういう、こう体罰やね、罰とかそういった走らせたりするって3時間練習に耐えろって言ってるんですよ、とか3時間殴られ続けるのに耐えなさい、でもサッカーでそういうスポーツじゃない、その制限時間以内で相手をまたやっつけに行くパワーって爆発力が要は必要なんですね。だから長い時間やるってことは持久力の方になるでしょ、その爆発力出せるようになる、しかも連発して、っていう風になると求めてることが違う、違うことをやっちゃってるんじゃないかな。だから結果その望む成果につながってないから、さらに長く練習するっていう、こう悪循環が生まれてるような気がします。あとなんかその昨日もお話の中であった、その安心安全を感じるっていうのもあるじゃないですか、ただその安心安全なんたら、ここに今日の試合に緊張しちゃう、コーチがいると怒られるかも、緊張しちゃうみたいな、そこで実は萎縮が始まっていて、脳科学的にもみたいなのあるじゃないですか、なんかそのそこが多分腑に落ちないのか、理解を深めることって結構大事なのかなと思って。これは Google も言ってますけどね、その組織が最もこう成果出すのに一番大事なことは心理的安全性を感じること、まさに安心安全をみんなが感じていることが一番だって、あのグーグルが言ってるんです、実は。で、要は組織、人が何人もいる状態のところには、あ、自分の素出してもいいんだなとか、あ、こんなダメなところがあってもみんな受け入れてくれるんだなとか、そういう安心感を全員が感じている状態を作るっていうのが何するのも最初のベースなんですね。だから選手たちがトライしないとかで、コーチ言うわけですよ、いや失敗してもいいからやれよって言うけど、安心安全を感じてない時点でもうやれないですね。失敗してもいいからやれよって言ってる割に、おい、そう、失敗されたら怒られるとさらにそうそうそう、だから本当にやってほしいんであれば、まずコーチと選手間、選手同士みんなが安心安全を感じる状態がその場で作れてると、じゃあ初めてトライしてみようになるので、その状態がないのにトライしろっていうのはケツ叩かれてるの一緒なんで、選手はやるんですよ。だけど言われなくなったらやらないです。継続性がなくなる、その人がいるから怒られるからやるとかになっちゃう、やりたいからやるじゃなくなってきてる、いや主体性の問題、でも僕らは言うじゃないですか、もっと主体的にやってほしい自分で考えて行動してほしいって、だったらそういうアプローチをしない限りはそうはならない。ちょっとそのアプローチの仕方をぜひちょっともうちょっとCM の後にお願いします。そのアプローチの方法も大丈夫ですか、なんか具体的にどんなことした方がいい、だからその関係、ラポールじゃないけど、関係性、それ関係性構築、そこがうまく気づけない。
結構多いかな、うん、CM はそろそろ終わり、 CM、 はい、 CM あと20秒です。頑張るか。CM 開けますね。さあ時刻は10時45分をちょうど回ったところです。ヤナレール深ナレーお届けしております。本日はゲストに倉本さんお越しいただいて、はい、で、今 CM の前に、はい、まあ、その選手たちに安心安全を感じてもらってプレーすることの大切さというか、うん、やってほしい、なんだろう、選手が主体的に自分から考えて行動してほしい、自分から積極的にプレーしてほしいっていうのがあるのにもかかわらずそれがうまくできない理由が実はコーチにあったりっていうところなんです。で、実際その選手との信頼関係を結ぶためにどんな取り組みというか、うん、まあ、優しくしろみたいな感じなんですけど言葉がけとか、そう、どっからまず、おそらくまず変わるとか変えるって本人が決断をしないと、あ、多分そうなったらいいなって思ってるだけだとついつい前のやり方に戻るので、それをやってても本当に子供のためにはならないから、自分が変えるんだって決断をするっていうのが一つだと思うんですよ。決断しないとおそらく行動は変わらない、じゃあそうなった時に、じゃあもう決め、変えますと、今までのやり方をじゃなくてもっと子供たちが主体的になるようなアプローチをしますってなったら、何やったらいいかっていっぱいありますけど、まず自分のことを知るってことですかね、っていうのと、自分のことをもっと大切にするっていうのからやらないと、自分のこと大切にしてないのにですよ、他の人のこと大切にできないんですよ。だからおそらくそういう厳しくやってる人たちは心の奥底では、こんなことやっても良くないのにとか、やった後に罪悪感があったりするんですよ、ああやっちゃったなとかっていうのに素直に気づいて、そこを見ていく。じゃあ僕はどういうコーチになっていったらいいんだろうって、まあ、特に、まあ、自分は今どういうコーチであるかとか、あとはなぜコーチ今やってるのかって考えた方がいいかもしれないですね。どうしてやってるのかって、いやだって誰かに言われたからとか、仕事だからってあるけど、でも辞めたかったら辞めていいわけですよね。その権利があるけど、続けてるのはなんでなのって、要するにそれが使命みたいになってくるんですけど、なぜあなたはコーチをやってるんですかっていう問いに対して、こうこうこういう理由でこういうことに貢献したくて私はコーチをやってますっていう言葉を自分で出さなきゃいけない。で、出すと、じゃあ今後どういうコーチになりたいかっていう未来を描きやすくなるので、そうするとどんどんそっちの方向に行動が進んでいくかなと思うので、まとめると、自分の使命は何で、どういうふうな将来、例えば5年後の未来とか10年後でもいいから、こんなふうに生活してて、こんなコーチでいい、まあコーチじゃなくてもいいんですよ、こんなふうな人生薄生きてるっていうのを見ようとするだけでも、随分その方向性がはっきりしてくるから変わるかなと思います。なんかでも そこまで掘り下げられればいいと思うんですけど、パッと聞かれた時に、いや勝たせたいからとか、優勝したいからとか、例えば選手をプロにしてあげたいとか、俺についてきたら間違いないっていう風なマインドセットというか、そういう人も多分最初にポッとそれがもしかしたら出るかもしれない。出てくる多分県で優勝したいとか、九州でどうのとか、そうするとこれ一人の力でやるの結構難しいので、誰かにそれが得られたら、その結果が入ったら何が得られるんですかって聞いてもらった方がいいですね、もう一個掘り下げるんです、もう一個、じゃあ勝ちたいと、じゃあ勝ったらあなたは何が得られるんですか、とか県で優勝したいと、でそれができたらあなたは何が得られるんですか、 J リーグで出したい、じゃあそれができたらあなたは何が得られるんですかって、多分何か出てくるんですよ。でそれをさらにそれが得られたら何が得られるんですかってどんどん聞いていくと、結構根底にある根本の思いみたいなところにたどり着くので、それが得たいからこういう行動してるんだなって。いやそうっすよね、やっぱ大人もすごい大事だし、なんか失礼しました、子供にきっとサッカー選手になりたいって、でどこのリーグとかどんなっていうのを言うと全然返ってこなかった。そうだから、あなりたいって言ってるけど、なってる日常を想像できてないんですよ。でもその
J リーガーとかいろんな人には日常があるわけじゃないですか。だから朝何時に起きてご飯どういうの食べて、まあ、結婚してるんだったら奥さんとどこの話をして車で練習場に向かいロッカールームでこうやって隣の人と喋って練習が終わったら、何なんだろう体のケアするとか、もしかしたら遊びに行っちゃう人もいるかもしれないけどそういう 1日サッカー選手としての1日っていうのを想像できたら叶う可能性は高いけど、ほとんどの場合なることが目的になって、でもなった後の人生があるわけじゃないですか。だからそこを想像できるように子供にアプローチしてあげたりすると、まあ、要するに理想の1日、じゃあ10年後にプロサッカー選手になってる私はどんな1日を過ごしてるかっていうことを空想でいいから1時間ずっと喋れたら、それ想像レベルで頭はかなり明確なビジョンを描いてるんですね。それができる人っていうのは、まあ、願いが叶うってもう大抵言われてます。すごいですね。でもやっぱりそうやって明確に想像できる人って案外少ないのかもしれないなって今思いました。10分もたえないです、うん、でもこれ練習なんで、なんか僕もそうやって人に言うから、はい、僕やってるんですよ。で僕の5年後はもう来年オランダに住むんで、オランダに行ってみたいな話をしてて、僕今1時間以上喋れますオランダについて、オランダに、そうオランダでどういう生活してるかっていうのを1時間喋れるから、で周りにそれの話したら、いや絶対やるでしょっていう風になってるんですよ周りの目も、うんうんうん、あもうそれが普通だよね。確かに行くもんだと思って今回呼んでますしね。そうそうそう僕、ね、さんはもう来年以降、はい、もう沖縄じゃなくてオランダに行っちゃうから、うん、いや今呼ばなかったらいつ呼ぶのみたいなんで、今年なんとかしなきゃっていうところからもう本当そこはもう決まっちゃってるから、周りがまたこうやって思ってるからよりなんか実現するっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、自分が本当にそれを思ってるし、だからそれがエネルギーとして出てて、でこれ面白いのがですね、5年後10年後って分かんないじゃないですか世の中どうなって、それこそこんなコロナになるなんて誰も分かんなかったからこそ、ね、10年前で考えてください、 iPhone こんな風に使ってるなんてとか Zoom で喋ってるとか誰も想像できなかったのに、ってことは10年後5年後もどうなってるか分かんないんであれば何でもできるんですよね可能性としては、うんうん、だけどその人の中にあるものしか出てこないです、うんうん、なんか10年後僕が国会議員になってますとか絶対もう想像もしてないから出てこない、うんうん、弁護士になってるとか出てこないなるほどなるほど、そういうことか、うんうん、なんか自分の中にもうすでにあるものからしか出てこないので、うんうんうん、だから本気でそう思ってないんであれば言ってる時に違和感が出ます。嘘っぽく言葉ではプロのサッカー選手に例えばねなりたいって言ってるけど本心はなれないかもしれないっていうのがあったら出てこない、言うのが辛くなります。で10分以内に終わっちゃう。そうそう、すぐ終わっちゃう、語りきれないってことですね。すぐ語りきれない、まあ、終わっちゃう。話していく中でも自分の中でちょっとこの違和感が、違和感が出て話すのがちょっとしんどくなる、うん、でそれを旗から見てると大抵わかる、あこれ本気で言ってないなって。そっか、いや全然あれだけど、これ、うん、ちょっとスクールの子どもたちにも、うん、ぜひちょっと聞いてほしいです。いやもう聞いてるよ。サッカー選手が具体的にどうなのみたいな。そうそうそう、でもそれは本当にあって、はい、サッカー選手をゲストでズームやった時もあって、うん、でいや勝利球っていうのがあってさとか言って、マジみたいな。その日常に、そうそうそうさみたいな、なんでか、何してるんですかって、もう普通にもう2時間練習したら終わりだよみたいな、うん、っつって、うん、8時間ぐらい練習すると思ってましたみたいな。だからサッカー選手なりたい職業がそうなのに知らないからなってなっちゃうんで、うん、やっぱ知るとか考えて、うん、実際そこに触れるってすごい大事だなって思いますよね。あとは決めてるね、うん、大抵そのプロサッカー選手になってる人とかの話って、うん、なりたいじゃなくてなるって言ってても、なれるかどうかは分かんないけど、もう自分がなるって決めましたって、うん、だけどうまくいかなかったり行動しきれない人はなりたいって言うんですよ、やりたいとかね、やればいいじゃんとか、やるって決めてないんですよね、うん、だから僕の仕事なんてサッカーコーチのコーチやりますって、いやそんなないから職業でも、僕はやるって決めたんですよ。でどうやってやるのかは後から考えた。確かにそれはあるかも。僕も今回本当呼ぶって決めた、決めちゃおうと思って、そうそうそう、決めちゃったら後からまあね、そのアドバイスもらったし、クラウドファンディングもやったりとか、呼ぶ方法とか、どうしたらいいかって考える、そう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 、どうしたっていいか考えてたら、そしたら協力してくれる人が出てきたりとかして、
うん、本当決める、決めるのは難しいけど、いやだからそこは覚悟なんですよ、ね、もう。そうそうそう、だからそれを決めないとできない理由を100万個ぐらい探し出すから。そうですよ、ね、だってこれがあるからできないとか、こうだからできない、ああだからやめようってなっちゃうから、これはあの大人も子供に対してね言っちゃうことなんですけど、できるかできないかっていうジャッジでやるかどうかを決めるんじゃなくて、やりたいかやりたくないかで最初に決めようと。でほとんどの人はできるかできないかで決めちゃうから、ああできないだろうな、だからやめとこう、 できない理由はいやだってこうだからとか、ってずっとこう具体的な理由出すんですけど、出せば出すほどやらなくなるから、そもそもやりたいかやりたくないかをちゃんと聞こうって自分の心に、はいはいはい、そうか、そっからね。昨日ちょうどテレビでもこのできない、なんか人間はできない理由を探す生き物でみたいなこと言ってたので、なんか今の話聞いてそれがまたリンクしましたね、うんうん、脳がそうだからね、うん、って言ってももう時間やばくない、まあ、もうあっという間になっちゃった。またこの後あの Facebook ライブはまたそのまま続けますけど、はい、来週分をこの後、はい、収録放送してやるので皆さんぜひ聞いてください、はい、あっという間でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。